久保さんこちら、ぶら下がり健康器。あのですね、まあ、模様替えをしまして、あのこれちょっともういらんなあと思って、昨日ジムティーに出したんですよ。で、正直最初、超不安だったんですね。不安というか、まあ、鹿児島のど田かで、 このぶら下がり健康器が売れるのかと。引き取りに来るやつがいるのかと。ね。ま、人口少ないですからね。で、昨日ジモティに出したんですよ。まあ、あの、一応ハードオフとかリサイクルショップ2店舗で聞いたんですね。これ買い取れますかって言ったら、無理だと。ま、じゃあジモティしかねえなと思って。ま、ジモティっていうのは取りに来てくれるんですよね。しかも。その、欲しいっていう人が。昨日出したんですよ。 出品しましまたそしたら、あの秒で売れましたね、秒で <laughs>。まあ、売れたというか、秒でお問い合わせがあって、まあ、お問い合わせあった人とスケジュールとかやり取りしたんですけど、まあ、それはまあ、10分ぐらいですか、やり取りして。かお問い合わせ3秒です。でねよ、合計4人ぐらいお問い合わせ来て、もう、すげえすぐ来るから、あの <laughs>、なんだ。 すみません落札もされちゃったんですよつってでそのやり取りしてる時にもういっぱい気が始めちゃったからあの公開終了にしたんですよでまあ久保さんがねあのみんなのアプリみんなの銀行か1000円ですよつってこれ2000円ですで裏を言うとそのメール他のその人もう決まった人とやり取りしてる間にまあすいませんって他の人に落札決まっちゃったんですよみたいな メッセージ投げたら、3000でなんとかなりませんかみたいな。値上げ交渉ですね。こうさん。値上げ交渉来ましたよ。値上げ交渉って面白くないですかそう。前もね、ジモティで東京から鹿児島来る時に冷蔵庫と洗濯機とか売ったんですよ。で、その時も冷蔵庫だったかな冷蔵庫を6000円出して、 7000でなんとかなりませんかって、それももうすいませんと、あのー、売れちゃったんですよって、7000でなんとかなりませんかみたいなね。それもね、ね値上げ交渉されましたけどね。すごくないですか値上げ交渉って。<laughs> 結構面白いですよね。値上げ交渉って。だからね、正直、5000円でも売れたなっていうのはね、今肌感覚で思いますね。5000円でも売れたなっていう。まあちょっとやってみないとわかんないですけど、ただ、 これ、去年の夏ぐらいに買ってるんですよ。だから、まあ、約、まあ、1年ぐらいなんですけど、まあ、2000円で売れてるので、まあ、1ヶ月1000円ぐらいのレンタルかな。これ、1万、これ、1万1000円ぐらいで買ってるんですよ。なんで、まあ、1ヶ月1000円ぐらいでレンタルしたかなと思えば。だから、これ、5000円で売れば、1ヶ月数百円のレンタルですね。1ヶ月数百円のレンタルだったら良くないですか っていう考え方ですね、うん。だから結構僕は、あの、売る、いらなくなったものを全部売るんですよね。だから、あのー、この前も何個かこう、売ってきましたけど、まあそれ逆算して、あ、レンタルでこれぐらいか、みたいな。うん、まあいろいろ、まあ申し上げましたけど、やれってことですね。やってみないとわかんないってことです。やってみないと。 しかもね久保さん、昨日の夜10時ぐらいに出品したんですよ、これ。で、その、やり取りして、で、まあ、日程調整するじゃないですか。でね、で直近の日程、今日、今日と明日とか空いてますみたいな、僕言ったんですよ。そしたら、今日でいいですかみたいな。明日でいいですかみたいなだから、まあ。つまり、今日取りに来るんです、夕方。<laughs> 仕事終わったら来ます、みたいなね。あのー、宮崎の人っぽいですけど。 すごいっすよね。いや、ちょっと5000、まあ、いっか。まあ、後悔ですけど。ビビりましたね、久保さん。やっぱ、このど田舎のぶら下がり健康器ですよ。ぶら下がり健康器。これ結構、やっぱさ、あの、幅取るので、うん。どんな人、どういう家に住んでる人なんですかね。売れるもんですね。 だからなんだろうな、まあ動画の価値とかもね、この自分には価値がないとかね、あのー、こんな私がとかあるじゃないですか、こんなぶら下がり健康器ですよ。売れるんです。<laughs> そう。だ欲しい人は欲しいんですよ。自分にとってはもういらなくなったもんでも、欲しい人は欲しいんですよ。ね。 だから、やってみないと分かんないですよね。だからあの、動画に関しても、久保さんとか僕も大量にいろんな動画アップしてますけど、こんなんで見てくれんだみたいなね。それやってみないと分かんないし。うん。だから大事なのは、その、まあ、売ってみるってことですよね。<laughs> 売ってみる <laughs>。自分でビジネスしたいんだったら、あの、売ってみるってことです。商品作って。うん。まあ、これは本当びっくりした事例です。 本当に、その、秒でお問い合わせが来たので、ちょっと本当にビビりましたね。で、僕は秒で売れたんで、またその別動画撮ってるんですけど、ジモティで、秒で売れましたみたいな、ジモティの出品するときに僕が気をつけたポイントみたいな、もう動画撮ってるんですけど、で、またこの後も、これ今日、今日でお別れなんで、あの、いっぱい動画撮ったよあの、あの、<laughs> 結局、久保さん、これね、3回ぐらいしか使わなかったですね。で、 あのまあここに洗濯も干せるんで洗濯物の物,物干し竿としては使ってたんですけど洗濯物の物干し竿としてはすごく優秀でしたねずっと前,もう前にほぼ使ってたんで洗濯したらうんまあ動画これからちょっと今日はもうこれ一点張りで動画いっぱい撮ろうかなこれでこれで10本撮ろうかなと思いますねこれで <laughs> でそれで、じゃあ、まあその10本の動画が当たるかどうかわかんないですけど、それで、あのー、ね広告費稼いでくれたらね、ねロングテールのキーワードで入れてやって、お風呂沸き,きましたね。ま,まあそれでね、広告収入が入ってきたら、まあ、ぶっちゃけ、まあ、ただみたいなもんですよね、<laughs> もう、それで。 もう今日はもうこれ行って、今日の夕方来るみたいなんですけど、今日はこの動画いっぱい撮ります。とにかく。撮れるだけ。<laughs> 追い込んできます。追い込んでいく。<laughs> まあ、ということで、やりましょう。2000円稼ぎましたという話でございます。行ってらっしゃい。